はい、えー、こんにちは。暗号通貨ニュースの久保ですけども、どうでしたかねちょうど1ヶ月経ちましたが、ビットコイン、インサリアム、そして体のエダ価格戻ったでしょ ?1 ヶ月前の今頃、似たような動画を出しまして、ここから暗号通貨全面的に回復していきますよってことを説明させてもらいました。まあ、その理由を一つ一つ、こうね、 えー、クリアしながらこの30日過ごしてきたわけですけどもまんまと私の指定する暗号通貨だけは価格を上げてきたんではなかろうかと思いますただねここで利益確定する流れが起きないとも限りませんからここから先はまた別のことをお話ししなければなりませんとりあえず今日は価格の確認をさせてもらいます、えー、ビットコインが320万を超えましてそしてイーサリアムは ま、悲願の20万円をね、また回復していきましたよね。まあ、ですんで、えー、30日前の今日仕込んでいた方っていうのは、この2つで十分な利益が取れていると思います。そして、体の間につきましては、私はもう購入を推奨はしていませんけども、ただね、やっぱり70円台に今日乗りましたんで、このまま80円と100円というふうに進んでいけばいいなというふうに思っております。リップルなんですけども、当時42円前後で、私の前回のね、リップルの大量お利確の時の際の最低取得単価は42円でしたので、 でそこと同じ価格で1ヶ月前はあ表示がされてましたですのでまたね大量購入していただければ現在20%ほどの利益を出せているんではなかろうかと思います、まあ、その他ね Zinfi ネットワークなど XDC ですけどもちょっとランキングが下の方にいますんで今日はちょっと言及しませんけども、うん、まあでもちょっと探ってみましょうかね XDC の方は XDC はね検索でいくといいと思います XDC。XDC。ね、えー。コインしてる。105位ですか。こちらですけども。今4.30円で、前回2円だったんで、こちらの方は倍になってるということですよね。やっぱりね、ブレイクするわけですよね。こうやってね。うん。で、えっと、ね、値段をね、あのこうやって追うばかりではいけないんですけども、今日は NFT のこともちょっとクリックしてみましょうか。NFT に関しましては、あんまり私ね、あんまりいい。 あのイメージを持ってないんですよ NFT、ね、はねちょっと開かないですね NFT うんまあ全面的に価格を上げているところはあると思いますけども、うん、ステップンですかこれもね噂の暗号通貨だったんですけども根強い人気ですよねだからこれについては私もうねあのやめた方がいいとしか一貫して言えませんステップンうんまあ目のあるものってのは数々あるんですけども ただどれもねまだね根拠に薄いんですよねお金を投じるほどのもんではなくってあの宝くじみたいに投げている人余剰式を投げている人がまあいてその人があ個人的に期待をしているものがあると思いますけども今のところなかかね全面高になってますよねこれねだから以前 NFT 銘柄っていうのはいかにね全銘柄暴落したかってことが出てるんですよですんでこの今右側の緑を見てあっ回復してんじゃないのと思っちゃダメなんですよこっちの方はね こっっちののの方が回復ししててるんんんじゃなくてななくせね下がりすすぎたたででよ数数十分分とか数百分の1になったわけでしょだからこんなちょっと上がったぐらいでね全然まだ含み損っていうのはあのベタベタで取り戻せてないと思いますよ、うん、NFT は非常に危険なんで私は手を出さないことをね推奨しますあの資金をなくさないことが投資ではすごく大事ですからね資金を増やすこと以上に資金をなくさないことがもう最低限資金をなくさない防御のスキルが身についていなければいつか 一発逆転を狙ってる人は全資金を失いますんでねひどい時にはお衣装まで来ちゃいますんでで精神的なダメージが次のチャレンジをものすごくね、あのー、させなくするんですよでそういうふうに引きずりますから私はねこの NFT 銘柄はまだ、あのー、触らない方がいいと思います20172018年の ICO とかに群がるのと全く同じ心理だと思いますんでね今はインフルエンサーが売ること一生懸命になってますんで、あのー、非常に過熱してる状態なんですよ真実を全然表してないですからね 危険だと私は正直に申し上げたいと思います。じゃあ本日は以上ですね。